紅白、大泉洋橋本環奈がデュエット、桜井翔はミッキーと、ディズニーと豪華コラボ、大晦日恒例の第73回 NHK 紅白歌合戦。57.20が31日、東京渋谷の NHK ホールなどで行われ、特別企画、ディズニースペシャルメドレーでは、司会の俳優、大泉洋、49橋本環奈、23が星に願いをデュエットした。 後半戦、トゥワイスのセクシーで妖艶なダンスに続き、ステージは一気に華やいだ。大泉は、これまでのコミカルな司会ぶりが、嘘のような雰囲気で登場。橋本とのロマンティックな世界を醸し出し、さすがの千両役者ぶりを見せた。紅白とディズニーのコラボ企画は、紅白ディズニーメドレースペシャルを行った一昨年以来。 ミッキーマウスらディズニーの人気キャラクターたちも登場したジャンボリミッキーではスペシャルナビゲーターの嵐桜井翔やスノーマン、アイブ、アイブ、ビーファースト、日向坂46らが元気でキュートな全力パフォーマンスで盛り上げた。囲み取材でミッキー大好きなんですと告白していたスノーマン、宮舘涼太も嬉しさを全身からにじみ出しながら躍動した東京ディズニーシートの初コラボ企画も実現した。 11月11日から同園で始まった夜の空間をアミューズメントに変えたナイトタイムエンターテイメントビリーブシー・オブ・ドリームスを NHK ホールで再現。ミーシャが日本語版テーマソング君の願いが世界を輝かすを情感たっぷりに歌い上げた。 歌唱後、橋本は、ちょっと照れますねと、恥ずかしそうな表情で、大泉と視線を合わせて、笑顔を浮かべていた。73回目を迎えた今年の紅白は、改修工事を終えた NHK ホールで、2年ぶりに開催。同所での有観客での開催は、3年ぶりとなった。司会は、大泉、3年連続、橋本、初に加え、桑子真法アナウンサー、2年ぶり4度目。スペシャルナビゲーターとして、嵐の桜井翔も参加した。 ゲスト審査員は、嵐、松本潤、プロフィギュアスケーター、羽生結弦さん、プロ野球ヤクルト、村上宗隆内野手、サッカー日本代表、森安はじめ監督、女優、芦田愛菜、黒柳哲子、福原遥、歌舞伎俳優、坂東屋十郎、アーティスト西村博志堂、新国立劇場舞踊芸術監督の吉田宮子氏。テーマは、ラブピースみんなでシェア。ご視聴ありがとうございました。 これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。